はい、本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。ゆうご .tv です。今日も教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。バイ吉田松陰。はい、てなことで今日のお題はですね、過去は変えることができる、今を素晴らしくすることで過去も素晴らしくなる、こちらのお題を今から読んでいきます。私たちは時折過去を振り返ることがあります。さまざまな過去を振り返りますが、中には辛い悲しい過去があります。苦しい過去、思い出したくもないほどの過去があります。マイナスの感情を伴って過去を振り返ることを後悔と言います。あんなことしなければよかった、最悪の出来事だった、大変だった、過去を恨み憎しみます。こうした過去は誰にも一つや二つあるものです。過去を黒板消しでさっと消すことができればいいのですが、できないから過去という記憶に苦しめられます。時間は進む一方で逆回りはできない。だからといえタイムマシンに乗って過去に戻るということも今の世の中では不可能です。私たちは変えられない過去に縛られ生きています。やはり辛い過去は変えられないのか。ちょっと待ってください。本当に辛い過去は変えることができないんでしょうか。いいえ、実は過去を変える方法があるのです。タイムマシンに乗って過去に戻る方法はありません。私は科学者ではありませんから難しいことはわかりません。もっと単純に考えましょう。過去を変えるための本当のポイントは今にあるのです。今をどうすればいいのかというと、素晴らしくするのです。すると今まで生きてきた過去も全て素晴らしくなります。どんなに辛い過去があっても、今を素晴らしくすることができれば、辛い過去のおかげだと感謝することができるのです。生まれた時には皆心が白い状態です。オセロで言えば生まれた時は白ですから、碁盤の四隅は白になっています。どんなに黒ばかり並んでいても、次の一手で白を指せばパタパタと全て白に変わってしまいます。過去を変えようとするのなら今を素晴らしくしようとしましょう。集中すべきは過去ではなく今です。現在です。私は過去にたくさんの辛い経験をし、嫌な思い出もあります。叱られた経験、失敗した経験など数えきれないほどあります。しかしそのおかげで今の自分があると考えることができれば、過去はすべて輝きになるのです。黒から白へと変わります。辛い過去のおかげで今の素晴らしい自分がいる。過去に感謝した瞬間、過去が黒から白へ変わります。辛い過去があっても、その経験のおかげで学ぶことができたと考えることができれば、暗い過去は輝きに変わるのです。辛い過去があったから素晴らしい今があると思えば、過去も素晴らしい出来事の連続であったということに気づきます。今をマイナスに生きている人はいつも辛い過去を憎んでばかりいます。それでは一向に生活は向上しません。先ほどもお話ししましたが、過去を変えるキーポイントは今にあるのです。過去を変えたければ今を変えましょう。今を素晴らしくするのです。今を白に変えれば、過去という黒いオセロが全て白へとひっくり返ります。今日の格言、暗い過去を変えるために今を素晴らしくする。なるほど、間違いないね。過去も未来も今を素晴らしくすれば変えられる。今次第、今を全力で生きる。すごく心に響くね。確かに今がハッピーでいればいい。なぜなら今を生きてるのは今だから、今でしょう。はい、ということでこの辺で終わり。ドロン。